さて、先ほど解説の中で地球の距離がちょうど良かったから生命がいるんだなんてお話がありましたね。太陽を中心としてそこから考える距離の中で生命が存在できる距離、ハビタブルゾーンなんていう名前が確かついてたかと思います。気になる方はハビタブルゾーンでぜひ調べてみてくださいね。例えば駅からの距離縮尺を変えてみて自分家ハビタブルゾーンかなとか、そういう楽しみ方があったりしますね。さて、実は今日もイベント8時から9時までお時間をいただいています。結構飛ばしてきちゃいましたね。15分ぐらい時間が余っちゃいました。皆様にリクエストをいただいて人気の高い星それから惑星を映していきたいなと思うのですが、何かこの星もう一回見たいよ、この映像もう一回見たいよというのはありますか？もしなければまた頭から順番に映していこうかななんて思ってます。あ、何かな、何がいいかな。ごめんね、ちょっとね移動することが難しいので大きい声でこれって言ってください。あれあれあれ、よし、じゃあ行こう行こうって。お姉さんの聞き方これじゃダメだね。ちょっとね全然分かんなかったわ。太陽がいいよー、はーい。月がいいよー、はーい。あとなんだ、木星がいいよー、はーい。意外と似てないぞ。火星がいいよー、はーい。もうちょっと地球見てたいなー、はーい。じゃあはーいの元気が一番大きかった太陽から見ていこうかな。太陽、月、お、順番に見ていこう。じゃあ太陽は何色の太陽がいい？緑とオレンジとビカビカの黄色とかあったんだけど、どうしよう。じゃあオレンジ、ビカビカ、緑かな。あ、難しいね。緑、オレンジ、ビカビカか。はい。さあ、これはさっき見た緑の太陽です。太陽の表面、光球というところを映しています。見えている黒い点は黒点です。ぐるっと回ってくるとちょっと大きめの黒点も見えてくると思います。さて、じゃあこんな緑のメロンみたいな太陽の次はオレンジ色の太陽も見てみますか。このオレンジ色の太陽は水素の光 Hα 線というオレンジ色の光を取り出して見ているから赤く見えます。黒っぽい筋のところはフィラメント、ちょっと白っぽく明るく見えるところはプラージュというお名前がついています。それから太陽の表面、つぶつぶじゃなくてこうブク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 